はい、そしてですね、続いて場所を変えてヨーロッパの状況を見てみようと思いますね、みさん。はい、こちらです。ヨーロッパなんですけれども、国によって慎重、積極的、これ経済活動再開に向けてですね、対応が異なっているんです。まずフランスですけれども、こちらは慎重な姿勢をとっています。21日現在の1日の新規感染者の数は251人。今月の11日から移動制限の段階的な解除を始めました。ただカフェ、バー、レストラン、大型商業施設は営業停止を継続しています。そしてイタリアは1日の新規感染者の数は642人。こちらは経済活動再開には積極的なんです。今月の18日から州内の移動を解禁しまして、飲食店もすべて営業を再開しているということです。6月3日からはですね、国内の移動、そして EU 内の移動、これも解禁しまして、ヨーロッパからの観光客の受け入れを表明するなど積極的な姿勢をとっています。そしてドイツ、こちらは1日の新規感染者の数は548人。今月の6日から経済的制限措置を緩和しています。企業ですとか店舗の営業は感染対策を実施した上で認められているんですが、国内旅行、これは親戚の訪問ですとか日帰り旅行を含む、こういったものは当面制限するなど慎重な姿勢をとっています。まあ、アメリカほどじゃないにしてもですね、やはりヨーロッパも、まあ、日本から見るとかなり多い。1日まだ200人台、600人台、500人台ということなんですね。しかも、まあ、フランスは慎重とありますが、まあ、フランスに行くと、パリなんかに行くとカフェでもう皆さんが昼からも夜からずっとまあ話しているのが見える。そういうところはまだ我慢しているわけですね。そこはまあかなりこれフランス人としては我慢しているということかもしれない。そしてイタリアはですね、あれだけになったイタリアが、ヨーロッパから観光客をもうすぐ受け入れちゃうのと、これも少し驚いてしまいます。ここでフランスのパリ支局の大八木智之記者と中継がつながっています。大八木さん、フランスにいらっしゃる、フランスはいかがですか。まあ、パリでですね、カフェ、レストランが空いてないというのはとてもフランスにつらいと思うんですが、このあたりはどういうふうに経済を再開しようと慎重なんでしょうかね。はい、フランス、まあ、経済の再開においてはスタジオからもありましたように、まあ、非常にそのイタリアや、まあ、順調にいっているドイツと比べるとですね、慎重な対応を取っています。でパリは今午後1時を過ぎたところなんですけども、シャンゼリゼ通り人出は戻ってきていますけども、はい、まだまだですね、普段と、まあ、コロナのこの危機に陥る前と比べますと3割ほどの人出となっている印象ですね。で一昨日から昨日にかけて、まあ、1日でですね、増えた感染者318人、死者は98人、まあ、落ち着いているとはいえまだ増えているんですね。ですから、まあ、慎重な対応を取っているということなんです。でこのようにですね、小売店もですね、オープンはしているんですけども、まだ床面積が大きなところは営業できていません。そして先ほどもありましたように、レストランやカフェなどはですね、来月2日までに判断するというようになっています。でまあ、日本と同じようにですね、はい、感染の度合いに地域差が出てきてまして、はい、感染の度合いに応じてですね、2つに分けました。はい、でグリーンゾーンとレッドゾーンなんですけども、ここパリはレッドゾーンで、グリーンよりは厳しい措置が取られているんです。ですから公園も空いてませんし、自宅から100キロまで移動は可能になったんですけど、実際出かけられる場所というのはまだまだ少ないんですね。でメトロに乗る際もですね、はい、まだテレワークが推奨されてますから、出勤が必要な人はですね、証明書を持ち歩いて、まあ、どうしても職場に行かなければならないんだということを証明しないといけない状態なんですね。はあ、証明書ですか。はい、いや、イタリアはいかがでしょう。はい、イタリアなんですけども、これはこうフランスと比べるとちょっとやや対照的なイメージがあります。ここに来てその経済の再開のスケジュールをですね、スピードアップさせている印象があります。先ほどもありましたように、今月の18日にはですね、原則、まあ、外出の移動が、まあ、自由になったわけですけども、これに合わせて、まあ、飲食店まで一気に再開させました。でこの飲食店の再開は当初は6月初めというふうに予定されていたんですけども、大幅に前倒しました。そして EU 圏内の観光客については来月3日から受け入れるとしているんですね。で感染対策とその経済、このバランスでいうとイタリアにおいては、まあ、一気にその経済へシフトしてきているという印象があります。
ですが実際にですねローマやミラノに住む方にも話を聞きましたけども、はい、空いてるお店まだまだ少ないという状況なんですね。中心地に観光客はいませんし、うん、開けても距離を取って営業しないといけないから儲けが出ないということで、経済は再開したものの、まあ、問題も生じているという状況です。 EU 全体で見るとどうでしょう。 EU はもともと自由に行き来できるのが魅力だったわけですが、それがなかなかできない。 EU はどうですか。はい、ここに来てですね、EU もですね、ギリシャやまたイタリアというところの、まあ、観光を一大産業としている国からの、まあ、声もありまして、いつその国境封鎖を開けていくのか、また移動の自由を取り戻していくのかということが検討を重ねられています。で、今米中が対立しましてですね、イギリスも抜ける中でこの EU としてどういうふうに結束していけるかが、まあ、生命線なわけなんですね。まあ、しかしですね、先日ドイツとフランスが、まあ、EU として追加に新たに5000億ユーロ、まあ、およそ59兆円もの基金を創設して、まあ、イタリア北部など感染がひどかった地域を救済していこうということを提案したわけなんですけども、ここにですね、まあ、財政規律のルールに厳しい、まあ、オランダですとかオーストリアのリーダーといったところは反対の姿勢を見せていまして、どうやって、まあ、こうまとまっていけるのか、まあ、不安視される状況もあります。なるほど。小池さん、パリに住まれていて、まあ、日本ではですね、感染者が多い時は経済か命、まずは命だろうみたいな議論があった。今はですね、経済と命を、感染拡大防止をどうやって両立させていくかと、その議論が盛んに行われているんですが、フランスではそのあたりはどういう状況ですか。はい、フランス政府もですね、ウイルスと共に生きるということで、その感染と経済のバランスをどう取っていくのかというのは、まあ、議論の的になっていますし、どこまでこの状態を続けるのかという声はあります。はい、で実際その財政支出をかなりしていますので、これから、まあ、国としてそのどうこう財政的にもまた経済的にも運営できるのかというのは不安視もされてますので、かなり真剣に議論はされています。はい、パリの大八木記者でした。どうもありがとうございました。